オーケーファーストブラッド近くに目の前だオーケー気持ちいいあいつやあいつおいあいつや悪い悪いなあいつな女待ち伏せとかなよくわかんねえよなオッケーのタルコフ系実況者の神優です。今回ご紹介していくのはこちらのビゴアというゲームを紹介していきたいと思います。なんとこのゲーム基本プレイ無料そして3人で最大プレイすることができるクロスプレイも予定されている新作まあ新作というか実は超子さんのねタルコフ系脱出シューターとなっております。それじゃあね早速ご紹介の方していきましょう。ゲーム画面へレッツゴー。なんとね実は PC 版が一番最後の発売になっていて Xbox、PlayStation、そして Twitch ではですねもうシーズン19っていう結構子さんのねタルコフ系脱出シューターなんです。まあね PC 版も後々そちらに合わせていくみたいです。で公式発表的には今現状はクロスプレイがね Switch と Xbox そして PlayStation 同士しかできないんですけれども全部の機種が一緒に遊ぶことができるようにしていきたい本当はしたいという風に話してるので結構期待できる作品ですね。で今現状日本語はないのでちょっとね日本語対応するっていうのも記事とかもあったりしないのでちょっと今のところね日本語の予定はないんですけれどもまあ基本プレイ無料ということでね特にこういうね TPS 画面のタルコフ系脱出シューターって結構少ないのでまあ期待できる作品ではありますね。でゲーム始めると一番最初にこんな感じでね自分の拠点っていうのが出てきてまあ基本的にこのゲームねどうやって遊んでいくかっていうとこのね拠点とかを良くしていこうっていうもう最初見てくれこれ俺のさ家なんだけれども窓はぶっ壊れてるしもうガラクタだらけじゃないですか。すごく生活しづらいと。で今回はねこのすごく小汚い家っていうのをどんどん良くしていこうっていうようなゲーム性になってます。このスナイパーライフルだけもかなりの数ある。すごくないこれ。モシンナガンとかも普通のやつもあるし、S ケースとかもあるけど、まあ、僕がね知らないようなこういうねなんかあるかな。あこん AUR なんかあれだ、ね、AUG のスナイパーバージョンみたいなやつとか。いろいろあるわけですよ、結構。はい。こういう感じでね、かなり武器種多いです。アサルトライフルもアサルトライフルで、この、結構多いよね。みんなが知らない FPS にしては、武器の種類が多すぎるということで。まあ、シーズンね、19もやってれば、そんななるわっていう感じではあるんだけれど、まあ、RPG とかね、普通にね、一般的なね、FPS にある順もいっぱいありますが、こんな感じでかなり種類があると。まあ、もちろんね、ちょっとレベルの差で、同じ武器だけど、ちょっとランクが違うから別武器っていう判定のやつもあったりするんだけど、まあ、こんな感じでね、かなりの種類があります。シーズン19も続いている、まあ結構子さん系のタルコフ系シューター。じゃあね早速ゲーム画面そしてプレイ画面やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでマッチングいたしました。このゲームね特徴的なのがマッチングすると全員のね装備品だったりとか全て確認することができます。まあこういう感じで選んで、もうこの人に出てきたんでこの人タブキーで押すと武器見えます。レベルも見えます。これ良心的だよね。どういうプレイヤーがいるかっていうのも判断できます。最高レベルが32レベルの人がいますね。この人だけ注意していきましょう。見た目も見えるんでこのね、回避しましょうということもできます。なんかこいつハート、手でハート作ってるやばいやつもいるなっていうのも確認することができます。で、このゲーム、この時間何するかっていうと、こういったふうに、モアルートと、ベターエアドラップと、そしてね、このね、インサーランスっていうね、やつが選べるようになってます。で、これが一応ね、左上のオーナードって持ってるお金を使うことができるんだけど、物資を増やすのと、救援物資を良くするのと、あとそしてね、死んでも相手も持ち帰れるっていうのをね、選ぶことができます。で、お金を使って、こういうのを、利益をみんなで高めていこう。上、二つはですね、全プレイヤーが使えるんだけど下1個だけアイテム死んでも持ち帰れるっていうのは自分だけが受けれるっていう感じですね。なんで結構ね追加の投資なんていうかなこの投資ビジネスシステムっていうのがしっかりとあるゲーム性になってます。はい、左側にチャレンジっていうのが表示されてこれでゲームスタートですね。マップ自体はですねこんな感じで結構ねなんかバトロワ風です。円が収縮があってですねどんどん円ちっちゃくなっていってで脱出できなくなるっていうゲーム性で脱出地点自体はねこんな感じで大きなマークでですね分かりやすく表現されているのでここら辺ねかなり良心的なゲームになってます。で、行くエリア、重要なエリアとかはこういう風に青いマークであって、敵プレイヤーとかはね、こういうところに行くと出会いやすいですよっていうゲーム性になってます。で、このゲームね、TPS が基本なので、かなりですね、街が強いゲームにはやっぱりなってるんですけれども、まあ、こんな感じでね、資源とか F ボタンでね、いろんな結構ね、このゲーム、タルコフほどなんていうの、細かくないんだけど、拾えるアイテムの幅自体はめちゃくちゃ多いです。で、このね、操作感とかゲーム画面を今お見せしてるんですけど、先に、見ていただければわかると思うんですけど、なんかラストオブアースの対戦モードにすごくね、プレイヤーの動き、これわかるかな?よく似てるので、まあ、僕はね、結構ラストオブアース風タルコフ系ダスシューターっていう風にね、ちょっと表現はしておこうかなと思います。個人的なラストオブアースのね、対戦モードは死ぬほどね、プレスリーでやりまくったので、こういうね、無料のダスシューターっていうのが出てくるのは非常にありがたいですね。まあ、ラスアスって表現したんですけれども、まあ、ラスアスもそうだけれども、生き残りはかなり重要なゲームになってます。いわゆるですね、サバイバル。もう昔からあるサバイバル系のゲームになってます。なんでね、ちょっとね、なんか言ってしまえば、これ悪い表現ではないんだけど、悪いつもりで言ってるんじゃないんだけど、ちょっと一昔前のゲーム性なんですよね。いわゆる、このバトロワだったりとか、
そしてサバイバルが一番最初に流行ったタイミングがあったじゃないですか。ああいう感じの昔懐かしのこういうゲーム性っていうのがしっかりと詰まっている脱出シューターになってます。近年ね、最近結構いろんなね、脱出シューターのやつ出てきてるんだけど、その中でも結構古典的な方。で、なんでね、このゲーム結構、まあ、いっぱい脱出シューター出てるんですけれども、タルコフ系のね。その中でもやっぱりちょっと昔風な雰囲気があるのかっていうと、このゲーム実は開発してるのが、アーマっていうですね、まあいわゆるすっごい昔に発売されたサバイバルというかミリタリー系の FPS、TPS になっていて、そちらの開発者さんが、作った作品になってるんですね。なんで結構ね、昔からある古典的なシステムっていうのをしっかりと限りなく詰め込んだゲーム性になってます。で、アーマは実はこのね、デイズだったりとか、そしてパブジーだったりとか、新しいね、めちゃくちゃ流行ったゲームっていうのを生み出していたので、まあそういったね、ゲーム性も踏まえてあると。そういう感じでね、このゲームの歴史自体は長いんですけども、ここに来てついにですね、まあ新しいね、この PC に、このビガーっていうね、新しいゲームが来たっていう感じですね。まあだからさ、デイズとかさ、やってる人はさ、こういうなんか雰囲気好きだと思うんだよね。でね、今話しながらめちゃくちゃアイテム漁ってたんですけども、こういう感じでね、F ボタンでアイテムとか拾って、I ボタンでね、インベントリっていうのが開くことができます。で、メインウェポンと2つと、そしてハンドガン2つっていうのを持つことができて、で、さらにね、物資系を集めることができます。で、ここら辺の物資っていうのはゲーム中は正直意味ないんだけれども、これを持ち帰って自分の拠点を強化することで、装備だったりとか、そしてアイテムを作れるようになります。で、その持ってったやつを、投入して、また次遊んでいこうっていうゲーム性になっていて、一応ね、このゲーム、アイテムとかすべてですね、やられてしまうとロストしてしまいます。一番最初にゲーム画面に出た時に、一番下にね、金課金すると、まあ、装備死んでもなくならないよって言ったと思うんだけど、あれをやらない限りは、このゲームをちゃんと死んだら、そのままゲームオーバーです。で、回収することもできないので、まあ、いわゆるね、脱出シューターになるんですね。まあ、サバイバルとかバトルワーとはまたちょっと違う感じね。正しい数字にすることができると、こんな感じで一瞬緑に光るんですよ。で、そしたら、次のやつに移動していくと。で、この宝箱っていうのを開けると、アイテムとかを漁ることができると。で、このゲームですね、うわ、めちゃくちゃあるね。すっげえあるわ。テイクオール、F でね、テイクオールできるのも全部取っておきましょうよと。このゲームがね、3ヶ月後ぐらいには、アリアクセス解除されて、無料でプレイすることができるみたいなので、まあ、気になった方はね、概要欄にウィッシュリストのね、Steam のサイト、公式サイトっていうのを貼っておくので、まあ、プレイしてみてください。まあ、ちょっと一回ね、とりあえず、まあ、漁り終わったかなっていう感じするので、僕は脱出を目指していきたいと思います。こういう感じでね、マップ開くと脱出地点なんですけども、ここが。ここにあと3秒で居続ければ脱出できますっていうゲーム性になってます。場所はね、ちょっと分かりづらいんだけど、こんな感じで矢印が書いてあって、その先、エリア外に行くと、もう脱出が始まるっていう感じですね。なんで結構エリア、広いですね、正直。はい、こんな感じ。はい、これで、あとは10秒間ね、ここに居続ければ脱出成功です。かなりカジュアルめな。ゲームタイトルになってますね。はい、ということで2秒でゲームクリア。はい、あれからね、何戦かするとですね、こんな感じで全てのカスタム機能が選ぶことができるようになります。で、このゲームですね、ストアでこういう風に見た目の装備だったりとかね、購入することもできます。これに関してはね、この2500持ってるね、このクラウンズっていうのを集めないと、まあ、買うことができないよってなってますね。まあ、ゲーム内通貨みたいなもんですね。とバトルパスも普通にね、なんかあるあるな感じで、はい、用意もされてますし、そして、こんな感じでチャレンジ、毎日のデイリーチャレンジだったりとか、そして全体チャレンジっていうのもあるみたいです。で、最終的にどうしていくかっていうと、こんな感じでですね、お家のレベルをどんどん上げていきましょうよといったゲーム性になってます。最終的なレベルまでいけば、なんとですね、こんな感じで綺麗なね、外壁と、そして風力発電だったりとか、はい、でね、作物とかを育てたりして、こういう風にね、活性化していく日常を過ごしていきましょうっていったゲームになってます。3ヶ月間ぐらいね、予定している PC 版のね、クローズドみたいな感じで、ちょっとお金かかっちゃうね、テスト段階なんですけども、これが終わったら無料版になったら一回ワイプ入るみたいです。なんでリセット自体はあるようなものになってますね。ただフリマ自体はないので、集めたアイテムっていうのは基本的に自分がこういう風にね、王朝を良くしていくために使っていくっていう感じになってます。まあ、例えばね、一つ試してみましょうか。こんな感じで王朝を作っていくと。あと20秒ですね。あと20秒でこのね、修理が終わります。で、どんどんね、これ時間伸びていくんだけど、こうね、強化していくことによってできることだったりとか、作れるアイテムだったりとか増えていきます。はい。で、こういうね、ガチャ要素、エアドロップっていうね、やつもあって、こういう風に開けてみると、なんか懐かしいね、この感じね。はい。こういう風にアイテムだったりとかも引くことができます。マジでね、なんか懐かしい FPS って感じがしますね。の修理が完了いたしました。ちょっと良くなったんかな？ちょっと良くなったんかな？とりあえず雨をね、しのぎたいみたいな感じでしょうね。はい。こんな感じでね、なんか特有のね、カットシーンとかも用意されてて、意外とね、ここ手込んでるんですよね。
はい、シェルターのレベルがちょっと上がりましたよと。毎回花火をね出してくれるっていう手の凝りようで、あの地域住民のご協力もありますね。今回はねこちらの新マップデバーグフォレストで、こちらのね先ほど当てたね武器とかを持って行ってね遊んでいきたいと思います。はい、ということでゲーム画面やってきました。冬の景色、冬マップになっております。いいっすね。なんか世界観結構良き、割と良きかもしれません、これ。いいマップですね。マップボタンを押してみると、今回は縦長のマップということで、現在地はこういう風にね、表示されてますよと。いや、マジで懐かしい。この感じ、マジいいっすわ。うわぁ、ハンドガン手に入った。こういう感じで、ルート品のレベル上げると、マジで、即武器とか手に入るんだね。全然違うわ。まず、白系のアイテムが、こういうね、コンテナからまず出てこないんですよ。さっきは真っ白ばっかりやったでしょ？拾ったアイテム話しながら見てると思うんだけど。これですね。この赤電話を起動しておくと、プーって言ってる間に敵がね、この部屋に入るとですね、敵が入りましたよっていう連絡が俺に来ます。どういう仕組みなのか、正味わからん。いや、いいっすね。いいっすね。マジ、昔は懐かしいって感じ。こんな感じで水もちゃんと移動できます。めちゃくちゃ無防備。死ぬほど無防備です。で、しかもこの水入ると、右下のね、メーター見ていただければわかると思うんですけど、おー、やばい。まずい。これが敵の位置分かるやつ。これいきます。これがね、強すぎる。マジ、これやってる奴らにさっきから殺されまくってる気がするんで、こんな新作ゲームでさ、ボコボコにされちゃたまったもんじゃないっすよ、マジで。まあね、今現状このゲーム買ってるって人は、多分、1番とかプレファイ版とかやってる人だと思うんだよね。レベル低いけど、中身もさが意外と、お。オーケー！ファーストブラッド！いや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 、いけますよ、この世界。まあ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 、侮ってもらっちゃ困りますからね。言うても私、神優と申し、お、待って、これ。これ、交換しかないんだ、これ。いいウェポンゲットしても、交換しかないんだ、これ。あ、じゃあちょっと同じアイテム持ってるんで、拾うこともできないと。あー、これ悲しいな、これ。あれだね、そう考えると、いいメインウェポンは2つも持ってきちゃダメですね、このゲームね。1個だけでいいわ。トレインゾーンに、あ、うわー、ほんとだ。これ、敵の効果で、なんか、アイテムとかの場所がわかんなくなりましたって、そういうことか。マップがね、わかんなくなりました。なんだその機能。だいたいこっちら辺だったのを覚えてるんで、でも。走っていきますよと。誰もおらんよな。オッケーダブルキュー、気持ちよすぎる。このゲームしゃがみがめちゃくちゃ強いかもしれません。はい、ということで2人目キルしていきました。美味しい闇、感謝感謝、またいっぱいやりたいなということで、5番の長押しだ。5番長押しでこういう回復アイテム系が選べるっぽいですね。向こうで銃声したからちょっと覗いてみるか。待って、近くにいる、目の前だ。オッケー、気持ちいい。やっぱこのゲーム TPS っすわ。 TPS の醍醐味やらせてもらってます。マジで気持ちいいわ。このね、マジで、この肩越し視点で敵を索敵するっていうのがマジで重要なんで、高台気をつけてください、皆さんも。あ、オッケーオッケー。ぐるぐるしとるかな。はい、これで回復できるって感じですね。で、しょっぱいな、回復。よし、起動しましょう。ポチッとな。はい、これで一定時間使えなくなって、で、敵の位置がマップに出ると。めっちゃわかりやすくね？え、こんなモロでわかんの？敵のプレイヤーの位置。やばすぎやろ、このゲーム。はい、敵位置、おまんま真っ赤にわかりました。えぐすぎ。えぐすぎる。じゃあ、やりに行きましょうか。待ちましょう。あれですね。ははは。毛虫丸見え。あとは肩越しでこうやって見るだけ。敵来るまで。で、一応ね、円が外側から迫ってきて、最終的にここに入れられなくなるらしいんで、それがね、来るまではね、待ちましょうか。来ると思うな。いたわ。俺より高いとこにおった。おー、同じこと考えてるって、あいつ。あいつや、あいつ。おい、あいつ、悪いな、あいつな。女、待ち伏せとかな。よくわかんねえよな。よくないと思いますよ、ほんとに。あ、待って、撃ってる。あ、死んだ、死んだ。死んだ。待ち伏せで撃たれて死んだ。で、あいつ多分満足して取りに行くと思う。ここから降りるんだろう、でも。あ、これ、円の収縮の音聞こえますね。あ、まだいる、まだいる。いや、満足しとりに行け。時間ねえんだって。多分、あいつと俺の一騎打ちです、これ。さあ、ベルが鳴ったんで、そろそろ円が収縮し始めます。周りがね、赤くなって、ここにいられなくなるってわけですね。いや、あいつ、しぶとすぎやろ。あいつずっとあそこにいるんだけど。もう俺が言えたことじゃないんですけど。あいつずっといるって、マジで。待って、きつい、きつい、きつい。
待って。もう来てた。もう来てたわ。この下降線のね、ダメージでどんどん体力減ってるの分かります？えぐいて。いけんじゃねこれ。あいついねえし。いけるわ。よし、キウムシ、初キウムシ取ります。さあ行きましょう。おー、エアドロップ！えぐ！えぐ、めっちゃ価値高いアイテム手に入った。エアドロップ限定のアイテムが出てきましたね。けど死にそう。体力やばいぞ、これ。キウムシ取ったはいいけど。体力がやばい。間に合わないかも。アドレナリン使ったから、スタミナほぼ無限だけど、感染が早すぎて。あ！死ぬ！やべ！死ぬ！あともう少し、あマジかー。こういったね、様々なタルコフ系ダスシューターね、実況解説してます。ぜひね、こういうサバイバルするね、ゲーム大好きな方、チャンネル登録だけしてくれれば嬉しいです。Twitter をフォローしていただけると、早めに動画のネタ知れますし、チャンネル登録して、メンションの方ご加入いただくと、なんとですね、動画早めに見れます。そしてですね、Discord、世界一タルコフ系サバイバルのゲームに詳しくなれる Discord サーバー運営してますので、概要欄から参加の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。GG!